今ですね、ミャンマーの、ヤンゴンにいますね。で今いるところが桜タワーの20階です、ね、います。で、ディリビアズスカイビストロですね、というレストランですね。で今、食事を頼んでビールとかで、ね、今から食べるところですね。でもセットのメニューでまずここにあるのはですね、空心菜とかしてこれでだいたい700円ぐらい。でビールが150円ぐらい。でこの空心菜がだいたい200円ぐらいかな。なんで、まあ、サービス料込みで多分1200円、1300円ぐらいいくんですけどね。まあすごいですね。で、こんな感じで、結構20階だとね、景色が綺麗に見えます。で、こう見ると、シェッタゴンバヤ。すごいですね、一番でかいから、これライトアップされるということで、すごい綺麗です。こんな感じで景色が結構綺麗に見えるので、最高です。で、店内はこんな感じですね。そうなんですね。うん。で、今からこう食べると思いますね。結構どうかな、味が。まずは。イカのやつね。辛口としてはね。うん。うまいですね。うん。結構ピリ辛となってて、結構うまいですね。バーになってるんで、バーでその酒だけ飲むこともできるんでね、結構おすすめです。まあ、これからいろいろ食べて。楽しみです。